かわいいやろ。いや、神奈川くんね、はい、切っちゃダメよ本当はね。でもその来る度胸はすごいけどね。そう思う人もいれば、舐めてるの、うん、っていう人もいるからね。あ、確かに。うん、バルバルさんどっちですか。え、舐めてるのってそう思うよ。それ練習しに来ただけだから俺ね。弟子じゃないよ。心の底で寂しくなっちゃって、誰かに会いたくなっちゃって、配信者に。そう、でも俺はもう練習するから無言よ、はい、申し訳ないけど。水用意してね、はい、やるんだから。あ、なんか立たないな。じゃあ皆さん、ちょっと俺練習するんで、ちょっと 無言になっちゃうんでねすいません。体力作りします。はい、ごめんなさい皆さん、パルパルさんにも申し訳ない。スパークの練習中ですね。行っちゃった。入ってよかった。でもこれも運動しようかな。気にしなくて大丈夫？怒ってる？ダメだって言ってる？ドッジボールしてるね、子供が。自動延長するわこれからです。一緒に練習します。僕も走ります。後ろ、いや重たい体がめちゃくちゃ。とりあえず俺の練習メニューはグラウンド実習します。はい、その後に走り込み 100m ぐらいあるから 100m を5本。俺も走るわ。みんなシャドーボクシング行ってくるわ。やるんでね。走ります。体力づくりするんで、あ、アイテムよろしくね。みんなダイエットのため頑張ります。
ちょっと休憩。ちょっと休憩。次来た時甘い？パルちゃん今来ます。今来たら行きます。え？カナカナスパークで気になったの？行ってくる。
腰が痛い。腰が。はあ、腰大仏。ああ、足もしんどい。ちょっと休憩した分も走ってきた、そう、休憩したもう一周分泣いてないです。歩くだけ、まあ、体力つけるなんで、これウォーミングアップだから、これダッシュ往復5本、こっからね、あの木までタッチして、奥のベンチのね、見える？あの木。すごいわ。ダッシュする。陸上部だから俺、みんな。競歩でもいいんだよ別に。ウォーニングアップだから。ウォーニングアップ。はい、陸上の田崎です。もう無理かも。暑い。ラジオありがとう。腰の張りがやばい、ちょっと。デブだから腰に来ちゃった。結構きついわ。で、あんま休憩するとね、体力がまた。ラジオありがとう。ここから走るから、みんなすごいな。根性つける？走って。いや結構きつい。行ってくるか。
面倒になる。楽しい、楽しいよみんな。いい運動。楽しいよバルバルさんと走れて。ラジオありがとう。ウエさんありがとう。楽しい。しらけてんの？59、95さん。ありがとう。なあ、もう無理。動けないよ。休憩。お。死んだよもう。邪魔してないです。97号さん会いたくて一緒に運動しちゃって来ちゃった。へえ、しんどすぎる。あ、そうなんだ。いきます。裏がバルバルさんです。初めて走ったよ、バルバルさんと。30分か、今。運動あんましないからね。ああ、パルシカ買ったん、ありがとう。あ、ポーさんありがとうございます。奥がパルパルさんです。いや、初めてじゃないよ。足に力が入らない、みんな迷惑ですかね、俺。いや、全然迷惑じゃないよ。あ、大丈夫ですか。
ね。ありがとう、匿名さん。楽しいよ。迷惑だと思うけど来てよかったよ。俺は運動できたから。うん、トイさんありがとう。もう体力持つ自信がないわ。2ラウンド。ラジオありがとう。アンチだ。それ一人じゃやらないっていうか、できないっていうか、やろうと思わないんだよな。思えない。あ、匿名さんありがとう、こちらこそ。うるさいよ俺。うるさくないよね。タンコンジーバーありがとう。飲み物あるよ。あ、疲れた。虫が多いなここ。ありがとう、いい表情、ありがとう。あ、ダイさんありがとうね。フォローしとくね。手振ってたの見えた、みんな走ってる時。体力落ちた？いや、もうめちゃくちゃ落ちてると思う。中学校の頃と比べて半端なく体力持たないわ。そうだよね、45号さんね。あ、見えた、3号さん。まあ、終わりでいいかな、練習。とりあえずねえ、ちょっと0番号来たらまた練習すると思うし。ええ、嬉しい。95さん、あ、シャドウか。シャドウやったら終わりにするか。じゃあシャドウね。シャドウ5セット。シャドウ、シャドウ、シャドウ10分だね、10分。でもやるか、シャドウボクシング。シャドウ10分。あ、そうだね、言ってたね。こっから10分ね。あ、よし。ふわっちの時間、2時間29分って書いてるから2時間40分で終わりで、やります。96号さん、運動するから無言になるってことだよ。10分ね。10分無理やわこれ、しんどいわ。10分ちょっときついわこれ。5セットにして、これ5セット。お疲れ、帰ろ。ありがとう大花火。
花火ありがとう。あと3セットね。もう体力また、スパーク出ないけど運動です。104号さん、あ、ボクシング経験ありますよ。ちなみに小学校の時2セット。そう、小学校の時ボクシングやってた。はあ、もうきつい。無理かもしれない、スパーク。じゃあ、分かった。6号さん、この枠で切ります。切らなくていいよ。私、俺家戻るから。神奈川君に行ってあげて、つら。多分家入れないと思うから。はい。みんなありがとう。神奈川君、やっときな。エツラ流してあげるから。ね、それ来たんだし、なんかやりな。無理、もうごめんなさい、もうスパーク自信なくなってきた。やるよ、練習をやることによってどんどん自信が崩れていく。応援してるよ、パルパルさん。ありがとう。くじけていくわ。少し痩せた方がいいかかった。でも
セイジって練習してんのかな。面白いこともできずに、スタちゃん面白いこともボイパ分かんないよ。だって俺ちょっと気になるのが、配信をやってない時間が多いんだよ。そのやってない時間何なんだろうなって。配信つけるとき車のときあったじゃん、車のときこっそり練習してんのかなって。うん、そこだよ。もう体力だよね。もう2分2ラウンドの体力を作れるか。ありがとう。後ろパルパルさんです。ボクサーパンツ買った。30秒。大丈夫、ありがとう。だから本気で暴れてやったら30秒持つけど、あと1分30秒が持たないかも。2分間でしたっけ。そう、2分間。いやーよ、3分30秒持たないわ。楽しかった、みんな来てよかった。ちょっときつい。メガネはいつも反対。ボディを狙った瞬間にカウンターだよ、お前顔面に。今のシャドーボクシング、セージがボディを狙った時の想定の、ね、顔面パンチだから。マッソじゃないよ。あ、セージはもうボディ狙いって言われてると思うんだよ。サポーターやでかいが、あいつの体はっつって。ボクシングはクランチしていいんだよね。クランチそう。それ気が痩せてるでしょ、ちょっと早くなってるでしょ、体も。ありがとう、係長。そこだよね。ラジオありがとう。2回目かな、足立くん。一発食らわせないとね。ごめんさん、ありがとう。じゃあちょっと放送終わるわ、みんな。はい、また明日から練習しますんで。そうです、3号さん30、31、29か来てくださいね。31日なんか練習会あるらしいから、そこをどうなるかちょっと気になるけど。はい、終わります、練習。じゃあ金川君だけ言ってあげて。すいません、ありがとうございます。金川君のだけ言ってあげてね。優しいわ。俺もう帰るから。これが練習です。これが。ありがとうございました、バルバルさん。やらないよりやる方がいいから大丈夫だよ。あ、しんちゃんありがとう。足りない、どうせ01やるんじゃないの。練習起きたら言われると思うし、とりあえずスパーク行くよ。俺終わりますわ。行くけど出ないよ。はい、よかった、お疲れでした。パルパール、じゃあねー。カナカーナくん泣くで。